彼 YouTube、秋元ラジオとお父さんです。自転車トライアルのバランスの取り方って全く知らない人からしてみたらピタッと止まっとるように見えるけど、実は止まってなくてこうスタンディングするじゃないですか。ですね、正しいフォームっていうのがありまして、まあ、初心者初級者さんにありがちなのも過去の動画で何回も言っとるんだけど、過去の動画をちょっと見てほしいんだけど、スタンディングするときに前足のかかとは落としてください。で、なんで落とさにゃいけんかっていうのもかなり前だけど結構話しとるんで、はい、まあたったこんだけの動作なんですけど、これができるようになるためにまずこういうところはもう挟んじゃってください。ズボッと刺してフロントが動かないように。動かかった、これもうタイヤはまっとる状態なんで、でそれを後ろに引っこ抜くだけなんだけど、後ろに引っこ抜くからといって腕でこう引っこ抜かないように、でどうしてもペダルがブレーキになっちゃうんで、ペダルを後ろ回転しないと後ろに下がらないんで、まずは この状態で後ろ回転。なんかで大昔にこんな説明をしたけど、まあ同じこと言います、これで初心者さんにありがちなスタンディングなんだけど、こういう乗り方する人がおるんですよ、かかと上げてから。でそうなるとめちゃくちゃ前荷重なんよ。お尻が前に行って。でじゃあ普段の感じで。でまあちょっと若干ちょっと膝が曲がっとるぐらい。だけど腕は伸ばして。でその状態でちょっと後ろ回転してみてください。で後ろ回転するときに、ずっと足首の角度固定されたまま回す人は多いんだけど、足首で回してください。足首柔らかくして、っていうのもこの腰が上下しないように、腰の位置は一定にして、腰の位置は一定にをキープして、ちょっと中腰っぽくなるんだけど、利き足逆足、利き足逆足って最初の人って、こうやって右左重心がずれるんで、ずらさんようにおへそより上は固定して、手は添えるだけ、手はパッと置いとくだけ、背筋は伸ばして、ちゃんと正しい姿勢、ちゃんとこの姿勢が基本です。腰動かんでしょ、空と比べたら分かるけど、背筋を伸ばして、で足首柔らかくこう回すたんびにこう、自転車乗りってこうするの、こうやってで前進む時も、自転車乗りの人はこうやってからこう、なんていうのかな、こう、ペダルに、分かるかな、こうペダルに荷重をかける感じ。違う、こっち踏む時にこっち引っ張って、こっち引っ張ってってこう、やるんで、これがじゃけ自転車乗りの悪い癖っていうか。でもそうせんやペダルが回らんけって思うじゃろ、だけどそういう回し方をはやめてくださいって言う、横からじゃ要は、まあ、要するに、クランクが上に来た時に、ただただこう体重を乗せて前に進むっていうか、こうグッと乗って前に進む、じゃあロードの人はそうやってやれって聞いたことがある。ロードバイクはそうかもしれんけど、これロードバイクじゃないよ、だから自転車の乗り方をやったらいけんっていうのはそういうことです、お尻の位置を回していっても固定されとるのは分かる、これが自転車乗りはこう上下する、ぐっとこっちの方が楽なの。いや、それは踏み込む力を
回転いや要するに自分の体重をかけて前に進もうとするのが悪い癖でから、うんうん、悪い癖って言っちゃいけんけど、うんまあ、そういう乗り方なんですね。そういう乗り方がもう体に染み付いてるって、うん、自然とそうなっちゃうんだけど、うん、それはやめてくださいっていう、うん、あの早くだからこれは自転車じゃないと思って乗らないと、うん、つまり立ってもうまくならないっていうか、基本的にこの姿勢になれることです。四つん這いになっとる、うん、左手クランク水平で、うん、で横から見たらクランクよりもかかとが下がってます、うん、でまっすぐ乗ります。これがこうや初心者にありがちなバランスの取り方ってこうなんです。こう、うん、初心者乗りのバランスの取り方、うん、だけどもう手足伸ばしてください。ピタッとこうこうで基本的には前も説明したけど、手をついてこうやってバランス取ってるだけです、うん、対角線でバランス取るだけです、うんこううんまあ、そもそもこれができますかっていうか、おうこういうバランスの取り方ができますで、こういう状態じゃない、大げさに言ったら、うんうん、そうよね、だけ、うん、そうそう、まあトラもやっとるけど対角線でバランス取るんで、うん、ここはできるかな。そうやって対角線でバランス取らなきゃいけんのに、うん、腕と足曲げとったら、うん、取れんわけじゃん。これで膝と腕曲げてめちゃくちゃしんどいん。おすばら普通に棒突っ立っとった方が楽。そうだ、そうそう、お結構姿勢がきつい、確かに、ま、曲がっとったらね、うん、曲がっとったらしんどい上にバランスも取りにくいけ、うん、だから普通にこの方だったら楽じゃん、うんうん、こういう姿勢だったらこれがこういうことでからこう真ん中探ぎょったらすごいしんどいけど、うん、普通に突っ張っとって、うん、でこの中で最初はこの姿勢に慣れるためにフロントタイヤを固定しましょう。もうどっか挟んでから、うん、そしたらもう、 もう挟まっとるんで、うんでまあ、左利きの人の場合は右手を上げて、うん、で右利きの人の場合はこっちの手を上げて、もう対角線で真ん中を、うん、真ん中に乗るように、うん、でこの真ん中に乗った上で後ろ回転できる位置、これが前乗りだったらこう腕にすごい負荷がかかる、うん、どうしても最初ってこうみんなこういう乗り方になる、うん、だけど腕が疲れないここ、うん、ここはもう真ん中です、うん、真ん中にこれができたらこう後ろに下げたいからといってこう腕でこうやっても意味ないですよ、うん、体で持っていくんで腕で下げるんじゃないですよ、体で、うん、どちらかというとお尻を振ってそのまま持っていくようなイメージです、うん、ここまで下がれとは言えませんけど、うん、こっからちょっとだけこんだけでもいいんです、うん、ちょっと戻す、当ててちょっと戻してで壁当てスタンディングの初期の人は、うん、要するにバランス取るのにこうつま先立ちするんよね、つま先立ちしてからやるから、うん、ずっと常にもう体重軸がここなんよ、うん、体の一番重たい部位が、うん、お尻がお尻っていうかもうどっちかって前乗りになっちゃうけど、うん、ちゃんと意識して後ろ足にも乗ってください。はい、こことここ要するにこのクランクの真上にちょうど股間が来るように、うん、でそれができたらこうでこの時に回していく時にこう右左右左右左ってならない、上半身固定しとってあくまでへそより下だけ動かして、うん、ペダルを回すっていうのも普通の自転車もう一回、うん、普通の自転車のようなこういう形でこう、うん、こうハンドルを引っ張る踏む、うん、ハンドルを引っ張る踏むって、うん、普通の人はやっちゃいがちなんだけど、まあ、それはトラシャの乗り方じゃないんで、うん、それはもう置いといて新しい乗り方を試してください、うん、おへそより上は固定、基本的には動かさない、うん、
でここでお尻の位置もだいたいこんぐらいのところでやる、うん、いいですか、足首を柔らかく回す、うん、中にはペダルを漕ぐ人、うん、中にはその自転車乗りはロードバイクとかって全部つま先立ち、うん、つま先立ちして引き上げてずっとこのかかと固定で、うん、固定っていうかあんまり動かさない癖がついとって、うん、普通にあの自転車乗ってる時にずっとつま先立ちない、うん、分かるかなこのつま先立ちの乗り方、いやいや、ロードバイクとかの人はなんかこんな乗り方なの、うん、ペダルに荷重をかけるためにそうするんよ、ちょっと見て、こうつま先立ちの回し方、うん、こうやってペダルを引く人がおるけど、うん、そうじゃありません、こう、うん、しっかり腰が上下せんために足首の可動域を生かしてから回してやります、うんうん、でロードバイクとかマウンテンバイクの人はパワーをね、うん、力ペダルを踏むパワーをこっからここにかけてから、うん、分かるな、こっからここにかけてパワーをかけるけど、うん、トラ車はこっからここまでです、うん、これ以上パワーはかけません、うん、こっからここまでで、でやっぱここまで来たら不安定になるんで、うん、基本的にはクランクは水平、この状態から水平に戻す、うん、キコキコで進む時もこのちょっと上げて水平に戻す、ちょっと上げて水平に戻す、これが基本の進み方になります。ちょっと俺が説明する、まあ、ハンドルの握り方も新山さんが説明しよったけど、うん、なるべく目いっぱい外を握りたいんで、よ外です、この辺握りません、うん、中にはこういうところ握ってからショールしておるけど、それだったらもうハンドル切って端っこ握ってください。で外を持つ理由、うん、外を持つ理由はまあ簡単です、こうやってバランス取るのとこうやってバランス取るのどっちが、うん、バランス取りやすいかっていうことで、でかといって広ければ広いほどいいってわけでもないんで、自分の肩幅に合わせたハンドルにしてやって、まあまあ指を乗せなさいっていうのは、うん、すぐブレーキは握れるように、うん、最初の段階でずっとドラえもん握りでやったり、基本的にこう中指でコントロールする人おるけど、うん、自転車トライアルはそれはやりません。中にはその、まあ、オートバイのトライアルはクラッチを中指でやるっていうのはあるけど、自転車トライアルは基本的に人差し指です、うん、で疲れた時だけチョキにする、うん、でもっと疲れた時は3本で握るっていう感じです、うん、で基本的には1本です。せっかくトラ車買ったんだから、うん、やっぱりダニエルぐらいはマスターしてほしいんで、うん、でそれをいきなりダニエルしていくんじゃなくて、うん、まずは基本のキノジ、まあ、これはあのバックと同じ体の動かし方なんですけど、結構大事なのはここの空間、懐の空間を広く持って上がってみてもずっと懐をキープして、ここからくっとこう、ここの距離感はずっと一緒です。どうしても最初の人ってこう腕で引き上げちゃうんで、バックするときもこう腕でこう何とかしようとするんで、うん、そうならないように気をつけて、うん、ここの空間は懐の空間はキープしとってもらって、そこのブロックになって、まあこんな練習をやってみてください、うん、次にそれどっか、いやもうそろそろ時間か、あじゃあもう、まあ、今日は今から塾行かないといけないんで、うん、終わります。ご飯つけ、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。よし、最後一本橋、お、お
ご視聴ありがとうございました。トライアルの練習は地味なものです。コツコツ頑張りましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。おおおお、ゆっくり、前ブレーキ、前ブレーキ、あうー、前ブレーキでコントロールしたり